さあ、こんばんは。今夜中の3時、緊張の夜中のことかもしれないが、ちょっと動画の久しぶりに撮って解説しようと思う。某所で出した宿題だが、講師一緒あるその不等式、こいつを利用して、まあ、最大最小問題を解こう。授業でやったら結構知らねえってやつが多かった。だから今こうして紹介するわけだ。まあ何のために使うんだと。まあ一応ね、相加相乗平均の関係というのがある。やつと同じだ。基本的には関数の最大最小問題を解くときに、まあ用いると。まあそういう使い道が、まあ、ポピュラーかと思う。まああるいは当然不等式だから、不等式の証明を利用して構わない。で、まあ早速、こいつをちょっと使うっていう問題を、まあショートムービーでサクッと撮ろうと思う。ただまあ、まだやったことない人は、せっかくなんでチャレンジして、それからちょっと解説を聞いてもらったらいいかなと考え。早速やってみよう。これが出した宿題その1だ。諸君は一回動画を止めてチャレンジしてくれ。さあ解説編に入る。今俺たちが評価したいやつは x 分の1たす y 分の4プラス z 分の9、この関数、こいつらの最小値を出すわけだから、こいつらが何たら以上っていうフォーマットになってくれたらありがたい。だから x 分の1、y 分の4、z 分の9、これがサインに出るように、俺たちは帳尻が合うようにうまく abc および xyz、 こいつらを確定させる。まあどうしようもなくなった時に、まあ1か8かっていう言い方も悪いんだが、まあ使えるようになっておくと少々役に立つかもしれん。もう根拠とかごちゃごちゃ言わねえ。とにかくこうやって使うんだっていう例をお見せいたす。まずね、今回、まあ、x たす y たす z イコール1、まあ、こちらが作れれば、一応書き込んでもイコール1で何もない状況を作ることが可能だ。まあその辺も考えながら入れていく。まず a にはあれやルート x、 b にルート y、 c にルート z を挿入する。一方こちらにルート x 分の1、ルート y 分の4、ルート z 分の9をはめてみた。そしたらどうだろうか。これ左辺の計算値見てほしい。いいか、これは x2 乗足す y2 乗、 x 足す y 足す z。 こちらが x 分の1プラス y 分の4プラス z 分の9が発生するわけだ。いいか、まあこんなのが出る。ということは俺たちはうまくいったよな。ここ x 足す y 足す z は上にあるように1である。だから x 分の1たす y 分の4たす z 分の9が向き出しで残留するから、これがなんとか以上っていう形が出ればいい。ただ油断するのはまだ早いぜ。相加相乗平均の関係のように、こちらに数値がきれいに出なければ何の意味もないから、まあ、こちらはです、まあやれるかどうかわからんが確認だ。 x 分の1ルート y、ルート y 分の4、ルート z、ルート z 分の9。まあこれ計算してみよう。そしたら xx、yy、zz 全て消えてなくなる。したがって1たす2たす3の事情よって、こいつはもちろん計算したら36っていう値が出る。だから、まあ、これで読み取れる情報は何か。x 分の1、y 分の4、z 分の9の和が36以上である。で、あとはこの手の不等式を使った時の注意点。必ず統合成立条件を断らなければいけない。この成立の瞬間がなければ最小値は確定しないんだ。だから本当は確認しなきゃいけないが、一応成り立つ x の数値はあるとだけ言っておく。こちらの統合成立条件にはめてやればいいだけだから、白紙やってくれ。まあとにかく統合成立条件がホニャララの時は必ず書いて、最小値36とアンサーということになる。 OK、 プラクティス2番は次回やりましょう。